今ね、やったのはですね、サンディングとかじゃなくて、たわしが、ついてるホイールサンダーっていうんですけど、これが回転して、鵜作りをする、機械になります。それをね、ここに、当てて、もう結構ね、こうなんていうのかな、サンディングで、綺麗に整えるとこまでいかなくても、そしてグラインダーで強制的に身をね削るということまでいかなくて、この金たわしを回転させることで、ある程度こうこなれた感じに耳がね、仕上がっていくので、結構ねこのホイールサンダーで耳を仕上げるっていうのはね、今回のこの木は板谷楓のね、この耳を今で加工してたんですけども、こういう風な感じでね、耳もね、ホイールサンダーでね仕上げて、鵜作り仕上げという風な感じじゃないんですけど、耳の仕上げとして使ってます。